こんばんは。こんばんは。次はこの夏の USJ の主役がただいま大阪でコテコテ特訓中です。夢を叶えるためにミュージカルの国からやってきました。すごい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 異国の地での一人暮らしから感動のデビューまで、緑色した顔の素顔に密着。ミュージカルスター今日の特集は、遠くアメリカから大阪にミュージカル女優の夢を追い求めてやってきた一人の女性にスポットを当てます。大阪の USJ で始まった新しいミュージカルの主役に大抜擢されたんですが、日本は何もかも初めてという彼女、串カツにも挑戦しながらコテコテの大阪の空気に慣れることができるんでしょうか。その素顔を追いました。そこで USJ がこの夏数十億円をかけて全面改装、誕生した新エリアがおとぎ話のオズの魔法使いをテーマにしたランドオブオズです。そして中でも目玉となるのが、あのブロードウェイからやってきたロングランミュージカル。そしてこの舞台がミュージカルスターに憧れ続けた一人の少女の夢を叶えました。彼女の名はジリアン。遥かボストンの街から大阪へ、 USJ に舞い降りた魔女の素顔に密着です。ブロードウェイミュージカルウィケッド。ニューヨークでの上演回数は1000回を超え、アメリカ演劇界の最高峰トニー賞にも輝いた名作です。舞台はあのドロシーがやってくるずっと前のオズの魔法の国。物語に登場する2人の魔女の過去に秘められた友情のストーリーです。今回ジリアンが演じるのは緑の肌を持つ悲しきヒロイン、エルファバ。すごい Just, it's really a dream come true。今回のリメイク版はセリフのほとんどが日本語。2ヶ月半前までボストンの音楽学校に通う学生だったジリアンは、発音はもちろん言葉の意味も一から覚えなければいけません。本番を1週間後に控えたこの日も、日本語の発音には演出家から厳しいダメ出しを受けますが、海に上がれば別人です。とにかく表現力。そして昨日のウィキッド一般公開初日、2000人収容の劇場は午前中からいっぱいの客で埋まりました。
ブロードウェイへと誘います。僕らブロードウェイで見てきて同じ迫力が伝わってきたので、すごいね、あの人なんていう人やろ、心臓の底からで染み出てきた、涙出そうだった。So I don't get to see everyone's faces at the end, but I can hear them clapping, and that is just, it's very exciting. It's a rush.遠く海を越え大阪でブロードウェイの夢をつかんだミュージカルスター、若き22歳の歌姫がこの夏 USJ に元気の魔法をかけます。